今日の晩ご飯はオムレツと鮭と鶏肉と豆腐です。はい、今日は胸筋をやります。よいしょ。はい、80キロです。さあ、長男ゆうせいくんのサッカーロングキックの練習しに行きます。日が暮れるまで、日が沈むまでやります。とて、ひーちゃん。豆腐とカニカマとヒレカツです。ケンタッキーいただきます。はい、ネガティブトレーニングいってます。ゆっくり、はい、ゆっくり、はい、ゆっくり、そう、3、5回行こう、ゆっくり行け、3。こん中で酔ってるやついる？いれやだ。ジョータロープレス、インクラインジョータロープレス。3、うわそれ、よし。今週日曜日に草野球の試合があるみたいなんで軽めにしときました。明日、明後日は休みにします。長太郎くんがまたしても夜の散歩に行きたいっていうので今から行きます。頑張れ。サプリメント飲みます。次の日の尿の色がえらいことになります。今日は大学時代の連れとご飯食べてミーティングします。
豆腐にハヤシライスかけました。あとお汁です。日曜日に草野球の試合が入ったんで、今日は筋トレをせずにバッティングセンターに行って目を鳴らしておきます。はい、久しぶりのバッティングセンターと打ちっぱなし終わりました。打ちっぱなしなんですけども、今までちょっと体を腰を切ったり体上半身を早く切ることばっかり考えて、クラブを早く走らせることを考えてなかったんで、今日はグリップをゆるゆるにしてクラブを走らせる、体はあんまり切らない止めたままでクラブを走らせることを意識したら、力抜いてても結構飛ぶようになりました。この感覚をちょっと掴んで練習今後また行きたいと思います。チャンネル登録、高評価、ベルマークの登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。